ですね、真っ向から打撃、これはもうベーシックな、あの真っ向を切ってくるのを避ける受けるっていうこう技で、まあ、灯籠返しとかもそうですしね、峰落としとか、まあ、様々に使う技なので、まあ、まずこうして抜いて真っ向に切っていくと。まあ、これ自体は真っ向からたき切り自体は立ち合いの、抜きの、諸悪ですね、初許しの中に含まれるというところですね。で、こういう形で、あとはで、重要なポイントはとにかく、まあ、抜きもそうですね、まあ、通常考えたらこういうような大きい抜き方でもいいですけど、まあ、今回はとりあえず通常 の, 天心流として正しくっていう形ですね、唾が自分の体のセンターに、上がってくると。そして、左手をかけ真っ向に切り下ろす、まあ、それだけですね。これの大切なことって、まあ、いっぱいあるんですけれども、ちょっと狭いところだとあまりうまく言えないところですね。でも今日はちょっと伝えたいな、そこも。まあ動画とかで何度か直接にも教えてることなんですけれども、あ、英語だ。OK。もう一つのポイントは、この時に、ここがもう頂点っていう、頂点というか、体と拳の関係性が、もうここからはあとは前に出るだけっていうことなんですね。で、これ以上後ろに拳が行ってしまうと、自分も前行きますから、必然的に拳は一旦後ろにテイクバックすることになって、相手からは攻撃を非常に読みやすくなってしまうんですね。上り切った腕はそのまま下りに行くっていうことが大事で、上り切った腕が一旦下がらないっていうことですね。後ろに行かないっていう、下じゃなく。これはノーグッド。見えるかな。これが違いですね。抜きながらですね、こういうイメージですね。かなりの人がこうなります。何をしているかというと、こういう感じですね。こうなっちゃう。まあ、つるべ抜きとかこう切りながら伸びるっていうのがあるんですけど、あとはまあ抜きながら伸びるっていう意味ではこういう竿落としとかが伸びるんですけど、まあ、通常の場合伸びるように体使うのは大事なんですけど、実際伸びちゃダメなんですね。伸びちゃダメというのは、ここの時にここを伸ばすというのは大事なんですけど、膝は十分曲げたまま高さをキープして切っていくと。で、それが伸びてしまうのは、拳が上がる意識に足がつられていってしまって、こういう後ろ足の踏み切りを使っちゃうんですね。で、そうすると動きとしても上に行ってしまって、遠くを切るっていうのがなかなか難しくなったりするので、まあ、あと相手から非常に動きが見えやすくなってしまうので、そうならないように注意してください。で、まあ、そこら辺はそんなにもう細かく言ってもしょうがないというか、もう分かってるでしょうという体でいきますけれど、実際の場合はそんな近くはないわけですね。最低行の間、最低行の間っていうとどんぐらいかというと、まあ、ここから画面端ぐらいまで行くわけですね。そこまで一足で届くかっていうと、結構行かないと届かないですね。ぐーっと行かないと。で、そうなるとやっぱり必然的に左足右足という感じになるんですけど、どのタイミングで抜き合わせるかというタイミングが難しくなってくるんですね。動いてから抜き始めるでも、まあ、もちろん一ついいですし、もう一つは抜きながら出て二足目で切るとか、まあ、大きく出るならば、まあ、大きく出るでもそうですね。
ただ相手の反応を見たいならば、まあ、早めに抜いておいた方がいいかもしれないと。で、簡単なのは後から抜く方です。だから最初はそっちからやった方がいいと思います。自分で、まあ、部屋とかのサイズにもよるんですけれども、まあ、ギリギリから、まあ、できるだけ遠くへ動こうとするときに左足を出していって、あ、こうか、出していって、この時にはまあ手をかけるかかけないかぐらいのスローな動きで、こっちは、手は動いていって、ここら辺から抜き、そして切る。これだと結局ほとんど最初に、近い、まあ、ほど近い状態という右足一足出て、切るっていうのと動作としてほとんど変わらないですね。初動がちょっと出てて、それに合わせて少し手動かしてるか動かしてないかなぐらいのところ。Drawing and go footwork after it cut is very, very difficult. で、なんで難しいかというと、何でしょうね、早く切りすぎちゃう人が多いんですね。最初の感覚に慣れちゃってるので、まあ、相手つけてないと、特にそう、相手がいればまだなんとなくそれっぽくなるんでしょうけども、もう近く切るしかないわけですね。もう切っちゃってるわけだから届かないですね。だからどうするかというと、多くの場合は抜いて待って切るっていう感じになっちゃうんですね。で、待つということはどういうことかというと、運動させた、まあ、筋肉もそうですし、運動していた刀が一旦速度は消えてしまって、もう一回動き出さなきゃいけない。右足から前に出る時の左膝が見たいのですが、軌道を出していただけないでしょうか。はい、すいません、ありがとうございます。桃立ち取るの忘れてた。 I forget the 桃立ちを取る。テイクは桃立ち。悪い例、こっちがいいかな。抜いていって止まって切るっていう感じですね、極端に言って。まあ、これちょっとこの間合いだとなかなか、体現できないんですけれども、かなり遠かった場合ですね。こう入って、こうで止まってて切るっていう感じ。わかりやすいと思うんですけど、今の。わかりますかね。要は速度を落とせばいいんです。ここで重要なのはすごい早く抜くことでは実はなくて、むしろゆっくりめに抜いていくってことが大事なんですね。そういうこんぐらいの速度でやっていくんです。ズバッと抜いちゃうと、どうやったってブレーキかけないと、つじつま合わないわけですよね。すごいです。ここで、急ブレーキかかってるのを見て取れると思うんですね。そうじゃなくて初動で、まあ、実作に殺すにしてもこんぐらいの速度でここから速くすればいい、まあ、それだけのことなんですね、これ。OK。